eBay で海外発送していない人に、日本に発送してくれる？と問い合わせたら、心よく OK したので、落札。送料について、いろいろアドバイスしたけど、よく理解できなかったようで、高めで送金。その後、郵便局で分かったようで返金してくれました。多少のハンドリングは気にしないのだけど、今回は返金しなくていいよという間もなく、すぐに返金してくれたので、そのお金で、日本のお菓子を買って送ってあげた。ポッキー、アポロチョコ、日本が世界に誇れるお菓子だ。今日、とても喜びにあふれたお礼のメールが届いた。日本に友達がいるような気がすると書いてあった。53歳のアメリカ人のペンフレンドができました。実は、落札したものから想像して、20代の女性だと思ったのね。で、ポッキーとかの他に、自分の趣味のデパ地下グルメも一つ、箱に入れた。ザ・リトル・ディッシュ・ウィズ・ザ・フードと書いてきたので、何が入っているかわからないけど、それも説明した方がいいんだろうなとか考えたら、英語がブロークンな私は、ちょっとな気分になった。だったら最初から送るなって感じだけどね。その人の義理の妹さんは、日本で英語を教えていたらしくて、彼女はフラワーチュードレンで、病気ですごく痩せていたんだけど、今は健康になったとか、いろいろ書いてあった。それと、いつか美しい国の日本に行きたい、日本のすべての文化を愛しているって書いてある。日本びいきの人に間違いはない。頑張ってメールしてみる。すまん、日本のすべての文化を愛しているは、跳躍だった。正しくは、いつも、日本の文化を愛しているだったね。こんなんでメールできるのか？ Someday, I hope to travel to your beautiful country. I have always loved the Japanese culture.